秀すぎる。はいどうも、弱小サラの高田です。今日はですね、電脳セドリの優秀すぎる仕入れ先9選というテーマでお話ししていこうと思います。電脳セドリっていうのはですね、自宅から一歩も出ずにパソコンもしくはスマホで、仕入れがね完結するっていうですね、もう超効率特化型のねセドリの手法になってくるんですけども、普段ですね、まあ、サラリーマンとして、会社に勤められて、もうなかなか忙しくて副業に充てる時間がないっていうね、そういう方にはですね、この電脳セドリを始めていくことで隙間時間で、しっかり稼いでいくことができるので、すごくおすすめのね、副業になってくるんですけども、ただですね、一つ欠点がありまして、それがですね、電脳セドリってですね、本当にスマホとパソコンあったら本当に誰でもできるような形になってきますので、参入障壁がかなり低いんですね。だから全国のセドラーさんがライバルになってくるので、自分がねリサーチしてもなかなか利益商品が見つからないっていうことがよくあるわけですね。じゃあですね、こういうところで勝ち抜いていくためにはですね、この仕入れ先っていうのをどれだけ知っているのかっていうのがですね、鍵になってくるわけですね。例えば電脳の仕入れ先で3店舗しか知らないっていう人と10店舗知っている人だったら、これ10店舗知っている人の方がやっぱ電脳セドリは強いわけですね。だからですね、電脳セドリでしっかり稼いでいくためには、自分の知ってる仕入れ先をどんどん増やしていく必要があるわけなんですよ。そこでですね、今回はですね、僕はですね、過去に電脳セドリでもう使い倒してきた優秀すぎる電脳の仕入れ先のサイトっていうのをですね、9個、お伝えしていきますので、仕事帰りとか休みの日とか、まあそういうですね、限られた時間でしっかり副業で稼いでいきたいっていう方は、ぜひこの動画最後まで見ていただけたらなと思います。それではちょっと本題の方入っていきましょう。はい、というわけで、ちょっとねお伝えしていこうと思うんですけども、電脳の仕入れ先で優秀すぎるサイト、まず一つ目は駿河屋になってきます。で、これ駿河屋っていうのは静岡県に本社がある、ホビーとかトレーディングカードとかを主に扱っているネットショップになるんですけども、この駿河屋っていうのはですね、もうとにかくめちゃくちゃ安いんですよ。特にアマゾン上で予約販売していくときにめちゃくちゃ使うですね、電脳の仕入れ先になってくるんですけど、もう本当にですね、トレーディングカードとか食玩とかっていうのがどんだけ高くても、もっと 20% 引き、もっといいと 30% 引きとかで仕入れができるみたいな、そういう形で割引がすごく効いているお店になってくるんですね。で、このですね、安く仕入れるっていうのはセドリにおいてめちゃくちゃ重要な要素でして、セドリっていうのは商品を仕入れて販売していくっていうね、そういうビジネスですよね。だからここの価格差っていうのが大きければ大きいほど自分の取り分っていうのは増えてくるわけなんですよ。っていうところで、この安く仕入れれば仕入れるほど自分の利益っていうのはどんどん膨れ上がっていくので、安さは正義っていうところになってくるんですけど、だからそういう意味合いでもこの駿河屋っていうのはめちゃくちゃ使えるサイトになってくるかなと思います。で、それとですね、もう一つ特徴がありまして、それが個数制限っていうのがかかってなかったりするわけなんですね。特にトレーディングカードでよく見られるんですけども、個数制限がかかってないので、1回の購入で300個とか400個とか、僕自身はですね、過去にトレカで、駿河屋でそういう形でね、仕入れたこともあるんですね。普通のお店だと、1人12ボックスとか、1人3ボックスとか決まっているところが、駿河屋ではそういうのがなかったりとかっていう形になってきますので、ぜひですね、それを縦積みしていきたいっていう方にもおすすめのサイトになってくるかなと思います。だから安く仕入れれるし、個数制限もかかってないっていうところで、もうかなり優秀なサイトになってますので、ぜひですね、電脳でリサーチする際は駿河屋覗いてみていただけたらなと思います。では次、電脳セドリで使える優秀すぎるサイト2つ目がホビーリンクになってきます。これホビーリンクってね、結構知ってる人少ないマイナーなお店になってくるんですけども、このホビーリンクっていうのは主にガンプラ、フィギュア、この2つのカテゴリーの商品がめちゃくちゃ豊富に品揃えがあるという形ですね。大体ですね、値段帯としては定価から 10% から 20% 引きのものが多いです。まあ、特別ですね、めちゃくちゃ安いものがあるっていうわけではないんですけども、じゃあですね、このホビーリンクがなぜそんなに優秀なのかっていうと、認知度の少なさになってきます。これどういうことかっていうとですね、これ電脳セドリの一つの障壁っていうのが、最初にもお伝えした通り参入障壁が低いんで、誰でも気軽に始めやすすぎるわけなんですよね。だからこそこのですね、認知度が少ないサイトっていうのは利益商品が長いこと残っていたりするわけなんですよ。僕自身もホビーリンクで今まで幾度となく仕入れしてきたんですけども、なんだったら商品を一回仕入れて、でそれが売れたらまたホビーリンクで追加でちょっと仕入れて、またそれが売れたら追加で仕入れるみたいな、そういうリピートみたいなこともやってたくらいですね、認知度が少ないからこそ利益商品が残りやすいわけなんですよね。だからそういう形で、本当にこの認知度が少ないっていうのはですね、電脳セドリにおける正義みたいなところになってきますので、ぜひですね、このホビーリンクっていうのもですね、皆さん電脳仕入れする際は使ってみていただけたらなと思います。では次、電脳セドリで優秀すぎるサイト3つ目はホビーサーチになってきます。
これまたですね、ホビーリンクと名前似てるんですけど、別の会社ですね。で、ホビーサーチっていうのは、まあ、主にですね、フィギュアの取り扱いが、一番多いです。まあ、その他にもですね、おもちゃとか食玩とか、こういうものもですね、取り扱いあるんですけども、フィギュアの取り揃えがなんせ豊富ですね。で、フィギュアってですね、結構プレミアになりやすいんですよ。特にですね、プレミアになりやすい傾向がある、フィギュアっていうのが、バンダイから発売されている、フィギュアになってきます。バンダイのフィギュアってですね、作りがすごく精巧で、SH フィギュアーツっていうですね、代表的なバンダイのね、フィギュアがあるんですけども、この SH フィギュアーツってめちゃくちゃプレミアになりやすいんですよ。で、ホビーサーチって認知度自体はそこまで大きくないので、この SH フィギュアーツ関係でプレミアになっているものがホビーサーチでまだ残っているみたいなことが過去に何度もあったんですね。だからその度に僕はですね、ホビーサーチでね、仕入れてたわけなんですけど、でホビーサーチの特徴としてはですね、割引が2段階っていうところです。これですね、通常ホビーサーチは、割引価格 10% から 20% 引きくらいなんですけども、その価格で購入することもできるんですけど、そこからですね、代引きもしくはコンビニとか銀行振込とかっていう形で購入すると、そこからさらに値引きが効いた値段で購入することができるんですね。だから割引がですね、こんな形で2段階あるんですよ。セドリっていうのは基本的にクレジットカードを使って仕入れていって、でそのね、引き落としがあるまでに商品を売っていってキャッシュフローを回していくみたいな、そういう形でね、一般的にはやっていくんですけども、このホビーサーチに関しては、要するに現金で払った方が安く買えるので、資金に余裕がある方はホビーサーチで買う際はぜひですね、この前払いとか代引きとかで購入していただけると、よりですね、安く買うことができますので、自分のね、利益っていうのも増えてくるかなと思いますので、ぜひですね、ホビーサーチで手取りする際はそういうような形でやっていただけたらなと思います。では次、電脳セドリで優秀すぎるサイト4つ目はことぶき屋の公式ショップになってきます。ことぶき屋っていうメーカーがありまして、主にフィギュアとかプラモデルとかを、制作しているメーカーなんですけど、そこのですね、直販モールっていうのがあるんですね。で、この直販モールがですね、めちゃくちゃ使えるサイトになってまして、これどういう特徴があるのかっていうと、商品の値段自体は定価販売なので結構高いですね。安く仕入れるっていう面ではですね、結構ね、このサイト使うと不利になってくるんですけど、じゃあね、どういうところにメリットがあるのかっていうと、ことぶき屋の公式ショップでですね、商品を購入すると、ことぶき屋オンラインショップ限定特典っていうのがですね、ついてきたりするわけなんですよ。例えばですね、フィギュアのね、商品があったとして、そのフィギュアの顔を別の表情に変えるっていうようなですね、特典がついてきたりするわけですね。こういうものは、まあ、本体はですね、Amazon で売って、その特典とかはメルカリとかで販売していくことで、ダブルで利益が取れてくるわけですね。で、しかもそのことぶき屋の特典っていうのは100円200円くらいで売れるっていうわけじゃなくて、もう2000円とか3000円とか、これくらいの結構大きな金額で利益が取れてきたりするわけなんですよね。一時このことぶき屋の特典狙いでセドリをやってた時期もありました。もう本体が別に利益出なかったとしても、特典が本当に2000円とか3000円とかで売れていくので、もうこれを狙っていくみたいな形ですね。っていうような形で、このことぶき屋の特典ってめちゃくちゃ熱いので、ぜひですね、この電脳セドリやる際ですね、ことぶき屋の特典っていうところに注目して仕入れしてみていただけたらなと思います。では次、電脳セドリで優秀すぎるサイト5つ目はビッグカメラになってきます。ビッグカメラってですね、まあ、結構ね、誰しも知っているね、サイトになってくるかなと思うんですけども、まあ、どういう特徴があるかっていうと、まあ、ビッグカメラはですね、本当におもちゃ、ゲーム、まあ、フィギュアとか、まあ、ぬいぐるみ、食玩、まあ、こういうですね、もうオールマイティで使えるサイトになってます。で、もちろんですね、割引も 20% 引きとかっていう形で、すごく安く仕入れができるっていうところで、本当に万能なね、サイトになってくるんですけど、他に特徴的なのが、店頭の在庫を知ることができるってですね、ここがですね、まあ、かなり優秀なポイントですね。っていうのも、リアル店舗の在庫状況を確認できるページがあるんですよ。それを商品ごとに確認できるんですね。で、そのページで、例えばお近くにビッグカメラとかがあったら、これ利益出るじゃんっていう商品があったとしたら、例えばそれがね、1人3個しか買えないみたいな、そういう商品だったとしても、あ、近くのあの店舗にまだこれ残ってるわみたいな、電脳でも仕入れてビッグカメラでも仕入れるみたいなね、こういうですね、動きっていうのもできてきますので、電脳しせどりをしながら、そのついでで店舗せどりもやっていけるみたいな形で、本当に万能なサイトになってますので、もう欠点っていう欠点は、まあ個数制限があるっていうことくらいですね。まあそれくらいかなと思いますので、ぜひですね、このビッグカメラオンラインっていうのも使ってみていただけたらなと思います。では次、電脳セドリで優秀すぎるサイト6つ目はヨドバシカメラになってきます。ヨドバシカメラもですね、もうめちゃくちゃ優秀なサイトですね。っていうのも、まず特徴的なのが圧倒的な品揃いです。
本当にですね、他の電脳サイトとは比べ物にならないくらいですね、取り揃えが豊富なんですよ。例えばですね、結構マイナーで Amazon 上でプレミアになっている古いゲームソフトとかで、まあ、他のね、電脳の仕入れ先ではもう販売していないような、例えばゲームソフトとかも、ヨドバシカメラのオンラインショップには売ってたりするわけなんですよ。実際ですね、僕も過去にですね、ヨドバシカメラでゲームソフトセドリをもうやりまくってた時期があったんですけど、Amazon 上でですね、プレミアになっているものをブワーってピックアップして、それをですね、ヨドバシカメラで検索しまくるみたいな。で、利益が取れるものを片っ端から仕入れていくみたいな感じですね。しかも、ゲームソフトって普通は1人1個なんですけども、ヨドバシカメラは1人5個とか、1人10個とか、買えたりするわけなんですね。だからそういう形で、もちろんですね、ゲームソフト以外でも、おもちゃとかフィギュアとかでも結構ね、個数制限がね、緩かったりしますので、かなりですね、ヨドバシカメラ、使えるサイトになってくるかなと思います。で、しかも、ヨドバシカメラもですね、ビッグカメラ同様に、まあ、ちょっとこれはね、商品によって変わってくるんですけど、店頭の在庫を見れる商品っていうのが多くあります。だからですね、ヨドバシカメラで例えば検索して Amazon 上で高騰してるけど、ヨドバシカメラのオンラインにはないみたいな、でも店頭在庫見たら、あ、近くのヨドバシカメラにまだ売ってるみたいな、そういうこともですね、あったりしますので、かなりですね、万能で使えるようなサイズになってくるかなと思います。ただ一個注意点として、ヨドバシカメラは同じものをあまりにも買いすぎるとアカウントが止まります。例えば1人10個までっていうものを、例えば自分が10個買うじゃないですか。で、その後すぐに10個もう1回購入するっていうことができるんですよ。10回買ったからもうあなたはダメですよみたいな表示出てこなくて、10回買ったらもう1回10回買えるみたいな、そういうことがですね、できるわけなんですよね。これですね、何回も10回10回みたいな感じで買ってると、ヨドバシカメラのアカウントが止まったりします。実際ですね、僕の周りでもアカウント止まってる人いますので、ヨドバシカメラで買う際はちゃんとルール守って、もしくは10個っていう風に書いてるけど5個くらいにしておくとか、ちょっとですね、控えめな行動で目立たないような形でセドリっていうのをやっていただけると、アカウント潰れるっていうことはないかなと思いますので、ぜひですね、それを守って、セドリやってみていただけたらなと思います。では次ですね、電脳セドリで優秀すぎるサイト7つ目はマイニンテンドーストアになってきます。で、マイニンテンドーストアっていうのはですね、まあ、ニンテンドーの直販のオンラインショップになってくるんですけども、ここもめちゃくちゃ使えるんですよ。このマイニンテンドーストアのですね、特徴としては、まず販売価格としては定価ですね。まあ、基本的に、まあ、これニンテンドーに限らずなんですけど、メーカーの直販サイトっていうのは基本的には定価販売で売られていることが多いです。だから比較的値段帯自体はね、高いんですけども、ただですね、ニンテンドーの商品ってプレミア商品が比較的に多いんですよね。もちろんゲームソフトもそうなんですけど、アミーボとか周辺機器とか、このあたり結構プレミア商品が多くて、アミーボ関連はもう8割以上プレミアかなというふうに思うんですけども、こういうですね、アミーボとか周辺機器って普通はですね、再販されたら大幅に値崩れしてしまうので、例えばですね、普通のですね、ネットショップとかでなんかものすごいプレミア商品が置いてあったら、もうそのね、数日後には値崩れしてしまうので、そういうものは電脳で仕入れない方がいいという形になってくるんですけども、ただマイニンテンドーストアに限っては再販っていうわけじゃなくて、なぜか必須そりと復活している場合もあったりするわけですね。これはもうアミーボも周辺機器も、それこそスイッチの本体系とかもそうです。どこにも告知されずにひっそりとね、復活しているみたいなことが過去にも何度もあったりして、その度にですね、仕入れしてきたんですけども、それじゃあどうやって気づくのか。マイニンテンドーストアですね、告知もしてくれない。じゃあね、それがいきなりね、プレミア商品が復活したらどうやって気づくのかっていうと、毎日見るっていうのがですね、一番おすすめになってきます。毎日見るの大変そうだなっていうふうに思われるかもしれないんですけども、ただですね、マイニンテンドーストア、もう品揃え自体は、まあ、そこまで多くないので、まあ、1日、まあ、10分15分くらいでね、刺さって全部見れるくらいのね、品数になってきますので、で、毎日見てると、なんか謎に復活してるみたいな。うわ、これめっちゃプレミアやん。よし、仕入れよう。みたいなね、こういうことができてきたりしますので、僕自身もですね、まあ、サラリーマンとして働いてた、もうほんと底辺社畜時代があったんですけど、もうその頃はですね、まあ、電車通勤で、もう毎日自分が見るホームページみたいなですね、そのブックマークを、作って、その中にね、マイニンテンドーストア入れてました。で、そこで通勤中とかですね、毎日見るサイトっていうのを上から順に見ていって、なんか復活してるぞ、みたいな。これでも他のサイトにないみたいな。あ、じゃあこれ多分公式の謎復活、よし仕入れよみたいなね、こういうこと結構やってましたので、ぜひですね、まあ毎日見るって難しいよって方は、まあ2日に1回とかでも OK かなと思いますので、ぜひね、そういう形で見る習慣っていうのをつけていただいたら、結構仕入れもできるようになるかなと思いますので、ぜひですね、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。では次ですね、電脳セドリで優秀すぎるサイト8つ目はアニメイトになってきます。
で、アニメイトっていうのはですね、まあ、主にアニメグッズの取り揃えがあるようなショップになってくるんですけども、で、ここの特徴としては、まず販売価格は定価販売が多いです。なので安く仕入れるっていうのは結構難しい最近になってくるんですけども、アニメイトどういう時に使うかっていうと、アニメ系で突然人気になったアニメとか、めちゃくちゃ流行ったアニメとかの、そういうグッズを仕入れる時に使っていきます。元アニメって、なんかここ最近異常に流行ってますよね。それこそ僕がですね、結構アニメにのめり込んだのが10年くらい前なんですけど、その頃はまだですね、なんかちょっとオタクだなみたいな感じで、まぁ、ちょっと僕ね、指さされてたんですけども、ここ最近はなんかそういう風潮がなくなっていって、鬼滅の刃あたりくらいからですね、まあ、呪術廻戦とか、東京リベンジャーズとか、チェンソーマンとか、スパイファミリーとかですね、まぁ、結構普通のオタクとかじゃない人たちもアニメ見るようになってきたじゃないですか。だから、どんどんアニメっていうのがですね、流行っていって、もう次々ですね、アニメグッズが高騰していったわけですね。で、アニメグッズってですね、結構幅広くて、もちろんフィギュア系もあるんですけど、アクリルスタンドとか、マグカップとか、タペストリーとか、まあ、いろいろあるわけですね。で、そういうものって、まあ、普通の家電量販店だと置いてなかったりするんですよ。そういう時に使えるのがアニメイトのね、オンラインショップになってきます。だからですね、最近流行ってるアニメのグッズとかって結構 Amazon 上でですね、高騰していたりしますので、そういうものを見かけた際はアニメイトで、それ売ってないかなみたいな形で、そういう風に使っていただけるとめちゃくちゃ優秀なサイトに化けますので、ぜひですね、そういう形で取り組んでみていただけたらなと思います。では次、電脳せどりで優秀すぎるサイト、9つ目。9つ目は、ポケモンセンターのオンラインショップになってきます。リアル店舗でもポケモンセンターってね、大阪とか名古屋とかですね、そういう都市部でですね、リアル店舗がね、展開されているんですけども、まあ、実はね、オンラインショップもありまして、でね、ここの特徴としては、まあ、直販系なんで基本的には定価になってくるんですけども、どういうものが熱いかっていうと、ポケモンセンターのオリジナル商品っていうのがかなり熱いです。ってのも、ポケモンセンターってオリジナル商品をですね、売っているわけなんですよね。で、例えば、クリスマスの時期とかだと、クリスマスのですね、サンタさん風な、ピカチュウとかですね、あとイーブイとかですね、そういうのがですね、ポケモンセンターで売られていたりするんですけども、通常はですね、ポケモンセンターの店舗に行かないと買うことができないんですけども、オンラインショップでは店舗に行かなくても買うことができると。で、ポケモンって今めちゃくちゃ流行ってますよね。先ほどの話の続きになるんですけど、もう僕がですね、ポケモンを一番やってた時って、まあ、ダイヤモンドパールとかね、それくらいの頃なんですけども、まあ、その頃もですね、もちろんポケモン人気あったんですけど、そこの頃に比べたら正直今の方が人気めちゃくちゃありますよね。もうポケモンカードもですね、めちゃくちゃ高騰してますし、グッズとかもですね、次々と高騰していっているような、まあ、そういう状況なんですよね。で、ポケモンセンターのオリジナル商品ってポケモンセンターでしか買うことができないので、希少価値がめちゃくちゃあるんですよ。なので Amazon 上で結構プレミアになってる商品が多いんですね。で、それですね、ポケモンセンターのオリジナル商品でプレミアになっているものは普通のお店に行っても買うことができないので、このポケモンセンターのネットショップを知らない方は仕入れることができないんですよ。まあ、リアル店舗に行くっていうのはね、一応できるんですけども、それは都会に住んでる人しかできないわけですよね。っていう形で認知度もですね、少し少ないので、ポケモンセンターのオンラインショップでリサーチしてみると利益商品ポンポン見つかってきます。っていう形で、このポケモンセンターでですね、商品のリサーチする際はオリジナル商品っていうところに着眼点を当てて電脳せどりやっていただけると、仕入れ商品いっぱい出てくるかなと思いますので、ぜひ試していただけたらなと思います。はい、というわけで、今回ですね、電脳せどりで優秀すぎるサイト9選というテーマでお話ししてきました。今回のお話まとめるとこんな感じ。このネットショップってこのめちゃくちゃあるんですよね。マジで当時せどりを始めた頃の想像のもう10倍20倍以上ですね、ネットショップってあるわけですよね。実際ですね、電脳せどりでどういう風にね、稼いでいくのかっていうところに対しては、過去のこういう動画でまとめてますので、ぜひね、ご覧いただけたらなと思うんですけども、ほんとね、電脳せどりやる際にこの仕入れ先をどれくらい知ってるかっていうところはですね、本当に重要なポイントになってきますので、ぜひね、今回の動画参考にしていただけたらなと思います。で、電脳せどりでですね、稼げてくるとめちゃくちゃ効率いいんですよね。それこそ仕事で忙しいサラリーマンとかでも、もう仕事帰りのスマホのポチポチでも仕入れが完了するとか、もう会社のですね、まあ、休憩時間とかちょっとトイレ行った時にこうやってリサーチして、あ、これめっちゃ美味しい商品みたいなね、それでじゃあ仕入れしようみたいな、その仕入れでその1日働く分以上のですね、利益を生み出すみたいな、
こういうこともですね、僕自身もですね、もうほんと底辺社畜時代よくやってましたので、皆さんでもですね、必ずできるようになってきますので、だからまずはですね、仕入れ先を知っていくっていう意味でも、本当に今回の動画参考にしていただけたらなと思います。で、ここからですね、実際もう一歩踏み込んで、この商品を見つけるために、商品知識をつけていくとか、今回のようなですね、この仕入れ先をどうやって知っていくのか、どういうふうにまとめていったらいいのかっていうですね、まあ、店舗リストの作り方みたいな、こういうところに対しては、僕の今の公式 LINE で、6日間の瀬戸りの無料の特別講座っていうのをですね、やっておりますので、もう一歩ですね、瀬戸りに踏み込んで、ほんと瀬戸りの稼ぎ方を一から知っていきたいっていう方は、ぜひ、概要欄にある公式 LINE をですね、チェックしていただけたらなと思います。ちなみに、公式 LINE 登録していただいたら、すぐに1日目から、受講していけますので、ぜひですね、概要欄チェックしてみてください。というわけで、こんな形で、これからも、まずは副業から始めていって、ゆくゆくは会社に依存しないような働き方を実現してやるぜっていう方に向けた、セドリの動画っていうのをこれからも発信していきますので、ぜひセドリについて勉強したいとか深く理解したいっていう方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。そして、今回の動画少しでも役に立ったっていう方はいいねボタン押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。ここまで動画を見ているあなたに特別なお知らせがあります。今僕の公式 LINE では6日間のセドリの無料特別講座を実施しています。 YouTube のセドリの動画を見てても一向に前に進まない、繰り返し繰り返し動画を見ていてもなかなか一歩踏み出すことができない、そんな方に向けて僕が教えているセドリのスクールの内容を一部切り取って超実践的な内容を超具体的にあなたに無料でお伝えしています。そんな僕のセドリの全てを入れ込んだ無料講座の参加方法はこの動画の概要欄に僕の公式 LINE を貼っておりますので、そこから友達追加していただくとすぐに受講していきます。ちなみにもうすでに登録済みの方は無料の特別講座とメッセージいただけたら受講していきます。そして6日間しっかり受講していただいた方にはセドリの商品リサーチの全てが網羅的に載っているセドリの商品リサーチ図鑑っていうのもプレゼントしています。ちなみにこの講座は定員が埋まり次第終了となりますので、受講したい方はお早めに参加いただけたらなと思います。 YouTube では話せないような濃い内容となっておりますので、ぜひ参加いただいてセドリで自力で稼ぐ力というのをつけて時間やお金に縛られないような人生っていうのを手にしていきましょう。それではあなたのご参加をお待ちしております。それではさよなら。